三島和也。鉄拳王こと三島平八の息子であり、三島流喧嘩空手の使い手。幼い頃に平八によって崖から落とされ、それ以来並々ならぬ復讐心を持ち続けている。母和美からはデビル因子を受け継ぎ、その身をデビル化させる術を持つ。当初は力を制御できなかったものの、遺伝子学分野で躍進を続ける新興企業 G 社に己の体を研究させ、今ではその力を自らのものとしている。ほどにもないな。